はい、いきなり登場こんにちはということで、今回は米津玄師キックバックのですね、イベント、新しいイベントですね、ハッシュタグキックバックマッスルチャレンジというものをね、やっていこうと思います。僕はね、今回、種目としてキックバックというものでね、参加したいと思います。よろしくお願いします。キックバックってね、調べたら本当に筋トレがあるんですよね。そういう筋トレがあるので、ぜひね、それをね、やってみようじゃないかということでね、今回やらせていただいておりますね。こういう感じで膝と手をついて、まあ、椅子でも何でもいいんですけどね、ついて肘をなんか地面と平行にして、それで腕を上げるみたいなね。これなんかダンベルとかペットボトルとか何でもいいみたいな感じ、だったので、僕は今回ね、ペットボトル、誰でも真似しやすいようにペットボトルでやっています。あ、今1セット目が終わりましたね。なんかネットで調べたら、あんま回数やりすぎたら良くないみたいで、なんか10回を2セットぐらいがいいっていうことだったので、片側ずつ10回2セット、計40回やってみることにしました。だから僕は今回種目は40回ですね。で、まあこれ見てもらったら、別にそんな難しい動きじゃないんですよ。本当に椅子とペットボトルがあれば誰でもできるので、本当皆さんもぜひ真似していただけたらと思うんですけど、まあね、今回僕はね、キックバックという曲のですね、イベント、キックバックマッスルチャレンジをね、キックバックという筋トレを行うことによって、キックバック賞レースをもらおうとかいう、もう本当にキックバックのね、ひたすらキックバックしか言ってなかったと思うんですけど、今、まあ、そういう感じになっております。簡単な動きで、こうやってやってる状況なんですけど、まあ、今回の動画はね、この筋トレをね、まあ、見てもらいながら、僕はこうやって喋ってる様子をね、聞いてもらおうという話ね、なっております。だからアフレコでしております。はい、そんな感じですね。だから本当にこの動画見ると、僕なんかその髪染めてた部分とさ、伸びてきた黒の部分が全然色違うね、こう日に当たってるとよくわかりますね。まあその話は余談で、筋トレとは何も関係ないんですけどね そんな感じですね。はい、今これ片側終わりましたね。反対側をやろうということになっておりますね。なんかね、最初と比べてあれですよ、ちょっと姿勢が良くなってきたというか、こう何て言うんですか、胴が、なんか背中が曲がってないでまっすぐになりだした頃ですね。今回ちょっと意識しだしてるところですね。これやってる時は至って真剣にやっておりますね、これ。いつものふざけた感じというか、なんか緩い適当な感じとは違って、なんか真剣な顔してますね。あ、ちょっと肘が上がったから、ちょっと負荷を上げようみたいな、そういうことだと思いますね。本当はね、本来はこの位置が一番ね、いい位置なんだと思うんですけど、ちょっと僕は素人なので、こんな感じでやらせていただいておりますけど、もしこれの動画をね、このトレーニングやったことある人とか、習ってる人、もしくはなんか筋トレのトレーナーの人とかが、もし見ていることがあるのであれば、これで正しいのかぜひ教えてください。もう僕はネットの記事とか動画をちょっと見て真似しているだけに過ぎないので、まあでも確かに腕とかには負担かかってたので、まあとりあえずトレーニングとしては成立してるんだろうなとは思いますけど、実際に本当にこれで合ってるのかちょっとよくわからないですね。お、3セット目が終わりましたね。はい、じゃあ次、本当にこれラストですね。はい、これラストですね。これ、反対側の、2回目ですね。これちょっと足も開き出して、もうさらに負荷を上げようというふうな意識をしてやってるんですけど、まあ、こう見ると、まあ背筋悪くないんじゃないですか。僕にしてみては、普段で背筋曲がりまくってる僕にしてみたら、まあ悪くはないんじゃないかなと思いますね。このゆっくりしてね、筋トレのこの無言な筋トレをですね、ここからこうひたすら喋り続けることによって、なんとか場を持たせようというふうに考えてやっておりますけど、まあここまでね、見ていただいて本当にありがとうございます。この動画はとりあえずこの筋トレをする様子だけをお届けしてね、これツイッターでね、やるキャンペーンなので、ぜひ、そっちにもリンク貼るので、そこからも見てくださいという感じで、ツイッターもよくつぶやくので、ぜひそちらも、見てください。よろしくお願いします。ハッシュタグ、キックバック米津玄師、ハッシュタグキックバックマッスルチャレンジをつけてね、ツイッターでつぶやくキャンペーンになってますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。じゃあそろそろ終わります。じゃあありがとうございました。